2番もシュートに行くところまでは非常に思うようにボールを進めている、運んでいる印象ですが、ここはどうか、同点に追いつきました。クレーベが決めて1対1の同点です。やはり、まあ、先ほど話をしていましたが、もう簡単に上げさせてしまいましたね。上げ時間があれば堀米のところから見てる回ですね。その体のぶつけ合いのところでも若干なすべなしというような形になってしまいました。やはりこのタイミングを、ね、合わされてしまう、はい、やはりもう少しそのボールに対して